マイナス10キロ痩せた私の減量食をお伝えしていきます。この動画をご覧いただけますと、痩せるための食事のポイント、そしてメニューが分かって、あなたも健康的に痩せることができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。私の減量食の痩せるポイントは3つあるんですね。で、1つ目は腸内環境を整える食材が入っていること、そして2つ目は良質なタンパク質がしっかりと摂れていること、そして3つ目は血糖値を急上昇させてしまうような白米やパンやパスタなどを取らずに別のものに置き換えていることになります。理由は今お伝えしたポイント3つ、どれが欠けてしまっても健康的に綺麗に痩せることができないからになるんですね。そこで私がお伝えしたその3つのポイントの1つずつですね、じゃあ一体どのようなことに取り組めば減量食として綺麗に痩せることができるのかということをお話ししていきます。じゃあまず1つ目のその腸内環境を整える食事ってどんなんでしょうかということになるんですけれども、こちらです。孫は優しいの頭文字から入るですね、その間は豆類、ごはごま類、まあ、ナッツ類ですよね。そして和はわかめなどの海藻類です。やはお野菜、そしてさはお魚、しはしいたけなどのきのこ類、そしていは芋類になりますね。こういった孫は優しいの頭文字に含まれるようなこういった食材をバランスよく1日トータルかけて全部取れているかなということを私はチェックしているんですよ。なので一度に全部取るというよりはバランスです。1日かけて取れたら OK ですから、あなたもぜひチェックしてみてくださいね。そしてもう一つあります、こちらです。4つに分かれてますけれども、腸内環境を整えるためにはこういったバランスが取れた食事プラス、その中でやっぱり発酵食品です。例えばお味噌汁であったり、納豆とかぬか漬けとかですね、キムチです、こういったまあヨーグルトなどは発酵食品です。で、この発酵食品を摂ることで、あなたの腸内にいるその痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含む食品になるんですよね。ですから痩せ菌をまずは増やしてあげないと痩せることができない。なので発酵食品をしっかりと摂ってくださいねということ。そしてステップ2です。その増やした善玉菌の餌となるものをやっぱり与えてあげないと善玉菌は元気になりませんよね。そこで水溶性食物繊維です。簡単に言うとネバネバ食品になるんですけれども、まあ、納豆だったり、まあ、わかめや昆布などの海藻類とかですね、里芋とかオクラとかですね、そういったそのネバネバ食品をプラス取って差し上げると痩せ菌が元気になることができるんですね。で、また腸内環境を整えるためにはオリゴ糖や EPA、DHA を含んだもの、例えばオリゴ糖であれば玉ねぎであったり蜂蜜であったり、そういったもの、そして4番の EPA、DHA は主に青魚系ですよね、もしくはアマニ油とかですね、エゴマ油とか、そういった良質のオメガ系のそのオイルが入っていると、あなたの腸内がもうピッカピカになって、その痩せ菌と呼ばれる善玉菌をどんどん増やすことができるので、しっかりと食べることで結果それが減量食として使っていけることができるんですね。ではここからポイントの2つ目です。それはタンパク質を摂ることでしたね。良質のこのタンパク質が不足してしまいますと、もうすぐにお腹が空いてしまって、結局食べ過ぎてしまうことになります。食欲を抑えることがやはり、ね、できなくなってしまうんですね。で、またタンパク質というのは筋肉やホルモンのその材料です。もうその原動力になりますから、そこでしっかりと摂ることで代謝が上がって、しっかりと、まあ、私たち女性にとっては大切な女性ホルモンのまあ材料にもなりますから、そういった形でもそのタンパク質はもう絶対摂らないといけないですね。そして量はですね、1回の食事、まあ、1食あたりこの手のひら1つ分ぐらいのまあ量を摂るといいですよということになるので、あなたも朝昼晩しっかりとこの良質なタンパク質を摂るとイコールそれが減量食に変化することができるんですよ。それでは最後のポイント3つ目です。減量食のポイントは低 GI 値食品
まあ、イコール血糖値のお話でしたね。この血糖値が急上昇するときに一番太るんです。その間にあなたのお体の中で脂肪がこうどんどん溜め込んでいくというその働きをこう増やしてしまうことになるんですよね。例えばいきなりその血糖値を上げる食べ物の代表的なものとしてはパンであったりパスタであったり、まあ、白米などもそうなるんですよね。まあ、一番上がるのはやっぱ小麦系の食品と言われています。そこで例えば私も以前そうだったんですけども、朝食はもう菓子パンとかですね、もうすごい時は朝からチーズケーキなんか平気でその食べてたんですよね。まあ、朝だからいいだろうみたいな感じで、もう本当にもうすごいことを朝からしてたんですけども、そういった形でもう朝から菓子パンとかチーズケーキとかですね、そういったものを食べてしまうと、もう血糖値がバーンとやっぱり上がるわけです。そうすると量はそんなに食べてもいないのに脂肪を溜め込むわけですから、やっぱり太りますよね。なので私はもう今朝ごはんにパンを食べることはもうほとんどないんですよね。もう本当にあの出先とかでもう出された時以外はもう自分でわざわざ買って食べるということはもうないんです。で、私がじゃあ何をしてるかというと、今まで過去食べていたそういったパンとかケーキの代わりに今玄米を食べています。で、この玄米はですね、白米と違って低 GI 値なんですよね。要は緩やかに血糖値を上げてくれる食べ物なので、脂肪を溜め込みにくくしてくれるんです。なのでイコール、まあ、減量食になってくれるというもので、おすすめはもう玄米なんですよね。で、過去私はですね、今度お昼はですね、よくパスタ食べてました。もう簡単なあの冷凍で買っていて、こうチンってしたらもうパパッ食べれるようなですね、しかも単品です。もうこれはもう太る代表的な食べ物になるんですよね。もうとにかく血糖値を上げる、しかも小麦食品ですか、腸内環境も乱してしまうということで、しかも単品ですから、もうとにかく私はもうこういった食事をとってて太ってたんですよね。なので今私はどうしてるかというと、お昼によく食べるのはパスタではなくて、もうお蕎麦に変えています。で、蕎麦もその小麦の割合が多い方ではなくって、原材料名を見て蕎麦って先に書いてある、蕎麦粉が先に書いてあると、全体のその材料の割合が蕎麦粉が一番多いわけですから、私はまあ10割蕎麦とか、小麦も入ってるけれども国産小麦でやっぱり蕎麦粉の方が多いっていうお蕎麦を選んで食べているんですね。そのことでいきなり血糖値を上げずに済んでいる、まあ、プラスお蕎麦というのは良質のタンパク質も取れますから、もう一石二鳥なのでおすすめなんですね。で、最後、夜ご飯に私ですね、やっぱり白米がっつりやっぱ食べてたんですよね。太ります。夜はですね、もう夜の時間帯というのはもうそもそも活動する時間帯ではないので、糖質はそんなに必要ない時間帯です。で、しかも夜食べたものはもう全部身になりますから、私は夜の白米を、まあ、要は糖質をですね、もうお休みしています。夜は糖質は取っていないです。だからお米とかパンとか麺類は私夜はもう食べないようにしてるんですよね。もう本当にね、朝起きたらすごく楽ですね。あの負担がかかりませんので、しかも身にならないということでですね、私はもう夜は、私の場合はですね、もう糖質系はもうお休みしています。その代わりおかずとか、その先ほどお伝えした腸内環境を整えるものとか、タンパク質もものすごく食べますね。あの仕事柄お昼をですね、あの酵素とか無調整豆乳で置き換えることも多いので、夜は結構ねしっかりがっつり食べるんですよね。ですが太りません。なぜかというと、今までお伝えしたような工夫をして食べるんだけれども、それが結局その減量食として機能してくれるもので私置き換えておりますから、しっかり食べながらやっぱりですね、もう健康的でいられることができているんですよね。で、そこでもっともっと具体的に、じゃあ私がおすすめする、まあ、私も取り組んでいるですね、減量食のポイントメニューを最後お伝えして終わりたいと思います。今までお伝えしました腸内環境を整える食事、そして良質のタンパク質を摂ること、そしてこの血糖値をいきなり上げる糖質系は摂らないということを踏まえた上でですね、あなたに摂っていただきたいメニューのポイントがあります。プラスアルファの一例としてご参考にされてくださいね。これだけがいいというわけではないですよ。一例としてあなたが工夫してぜひ取り入れてもらいたいなという食材をご紹介していきます。まず朝ごはんです。朝は今までお伝えしたポイント3つのベースをまあクリアしつつですね、もうとにかく取っていただきたいのはもうお味噌汁と納豆です。もうここで
タンパク質の良質なタンパク質の納豆と味噌汁が発酵食品です。しかも具だくさんにしていただければビタミンやミネラルも取れますし、ここでパンではなくて玄米をセットにしていただくだけでもうバッチリなんですね。バッチリ、もう忙しい朝なんかは特にもう玄米と味噌汁と納豆、もうこれだけでいいです。もうそれぐらい言い切れるぐらい、もうこの2つもうゴールデンのおすすめの原料食の材料としておすすめしたいと思います。ではお昼はですね、先ほどお伝えしたそばです。でおそばは良質なタンパク質に加えてまた糖質も入ってますので、まだまだ活動するにはエネルギー源としてはもう丸なんですね。ただおそばは発酵食品ではないので、ここでちょっとタンパク質も、おそばで摂れるプラスアルファヨーグルト、私は手作りと豆乳ヨーグルトを食べることが多いんですけれども、ここで発酵食品プラス良質のタンパク質を摂ってくださいねってことになります。で夜はですね、もうできればあなたがもしダイエット重視で取り組んでいらっしゃるのであれば取る必要はないと思います。もうこれしっかり取っていただければ、朝と昼取ればもう OK です。ただしやっぱりタンパク質や腸内環境を整える食材は大事なので、私はよく使う豚汁です。もう豚汁だとここでまたお味噌を使いますから発酵食品ですし、お野菜と豚肉でもしっかり栄養が取れてタンパク質も取れるということなんですね。でプラス発酵食品をここでプラスアルファぬか漬けを入れます。でここでシフトすることもあります。お昼にぬか漬けを食べてしまっておいて、夜にデザートでヨーグルトを蜂蜜を入れて食べることもあります。ここでも絶対白砂糖は使わないですね。なぜかというと腸内環境を汚してしまうのが白砂糖だからなんです。で逆に先ほどお伝えしました蜂蜜というのはオリゴ糖がいっぱい入っていますから、原料食にシフトできるプラスアルファする食べ物としてはもうぜひおすすめしたいと思います。なのでとにかくポイントはですね、今お伝えしたものをバランスよくいかに1日トータルでかけて取れたかなってことをチェックしていきましょうねってことになります。なので全部できるということではなくって、そのうちのいくつかをとにかくバランスよくですね、朝昼晩と入れていただきますと、普段今まで食べていたものをこういったものに置き換えていくだけで、それがあなたの減量食になってもう健康的で綺麗に痩せることができるんですよ。なぜかというと腸内環境のそのバランスが整えば痩せ菌と呼ばれる善玉菌が元気になって、結果あなたはですね自然と痩せ体質になることができるからなんです。でまた女性のあなたでしたら特に女性ホルモンのバランスも整える食材が全部お伝えした中に入っておりますから、女性ホルモンのバランスが整えば脂肪燃焼効果があったりですね、また代謝も上がってくれたり、心の状態も安定していきますから、いいことづくめになります。もうぜひぜひできるところから取り組んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルでは様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことでもう心も体も明るく元気いっぱいという方をですね、もうどんどん私世の中に増やしていきたいと思って、この動画をですねもう毎日配信してるんですね。でぜひお聞き逃ししていただきたくないので、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。その LINE をご登録していただきますと、もう毎日私から動画レターがあなたの元に届きますので、ぜひ登録してみてくださいね。そしてこの動画役に立ったなと思っていただけましたら、もうぜひチャンネル登録や高評価ボタンしていただきまして、どんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。